はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。ちょっとね、構築あんま変えれてないんだけど、レイジール機がね強いんじゃないかと思ったんで、使っていきたいなと思ってね、ほぼ同じ構築でエレキの枠だけ入れ替えて持ってきてます。で、まあ、何が強いと思ったかっていうと、なんか僕さ、レジエレキのことをバカにしてたんだよね、外事ポケモンとか言って。レジエレキ使ってる人もバカにしてたけど、レジエレキもバカにしてて、ただね、多分強いと思うんだよね、このポケモン。まあエレキから投げて、でランドロスに対してヌオーを見で見るかメタモンで見るかって話なんだけど、サンダーまで考えると割とヌオーを持ってきたいかな。それかメタモンで一方通行のゲーム、イベル投げるのは確定でいいから、ただまあ番儀まで考えるとヌオーじゃないかな。サンダー重いね、ちょっと。またね、ラッキー、って感じだけど。まあまあ、相手にあとランドロスがいるかいないかゲーミングかな。かイベルタルと レジェルキが割と相性いいと思ったから、そのまんま中身だけ変えずに、エレキだけぶち込んできたんだけどさ。結構負けたね。実は強くなかったのかもしれないっていう話があります。ギャラから来た。初手めっちゃいい対面からゲーム始まったわ。ねえ、まあランドロスが多分いると思うんだけどね。威嚇じゃない自家城の方を。まあまあ、ボルチェンから入っていいんじゃない。で、ランドロスに対しては僕ヌオを引いて。ザシアン？これ、相手ランドロス投げなかったのめちゃくちゃ辛くなるぞ。マジで辛くなると思う。ボルチェンから入って、なんか、あ、これ急所か。妙に火力あるなと思ったけど。いやーね、早いんよ、こいつ、とにかく。電気は確か通んないんだけど、このゲーム、地面タイプが、まあ、ランドロスと、カバルドン、ヌオーぐらいかな、まともなのは。あんまりね、なんか、僕が使いたいと思う地面タイプがそんなにいないゲームだなって思ってたから、まあ、入れたっていう話ですね。ここ裏に独投したいね。勝つと思うよ。ザシアンコ突っ込む理由なくて、うん。ギャラが出てくるとちょっと鬱陶しいけど、ギャラが出てくる。だから、あそこまでザシアンを削った以上は、おい、もう、本当にこいつはさ、マジで、エレキ投げるか。ザシアンあそこまで削ってるから、もうイベルで見れる範囲になってるのと、ここ何されてもレジエレキがね、好きなんで、一回投げれるんですよ。リップ。それは僕、ケアしてるからね。だから、ペラすぎて、こういうことが平気で起きる。マジで。だからここね、プリズン撃つと多分ザシアン死ぬ。プリズン撃つか。で、ギャラー切ってきても構わないんだけど。まあ、バンギは見てから、ボルチェンでいいから。いや、バンギいたらもっと早く投げると思うんだよな。ザシアン出てくるんすっけ。ヌオーが早速いらなかったね。メタモンでよかったわ。で初手有利って、いや、ランドロスいた場合、あ、でもそれのメタモンでよかったかな。とりあえず当てていて、ボルチェンでもよかったか。いやでもね、ギャラを考えるとエレキが盤面に座り続ける方が明らかに強いと思うんだよね。でランドロス投げてくるならランドロス投げてくるで、僕もねイベルが通しやすくなるっていう話がねありますね。でエレキ残す理由めちゃくちゃあるから、ボルチェンで残すか。でヌオを切りながらイベルタル展開してって感じでいいか。ダイマックス切ってきた。まあ、十中八九打ってきてるのはジェットなんだけど、イベルでどうやって切り返そうかな。相手してジェット打ってないと絶対無理だから、まあ、それはそれでいいんだけど、これイベル、あ、イベルじゃない、レジェルキーね、海洋画の、最速のスカーフ海洋画抜きまで振ってるんだけど、もうちょっと振ってもいいな。なんなら最速でも全然いい。いや、最速をやりすぎか。だかそれでも、ダイマックスでジェット積んだやつをね、止めるっていう意味だともうちょっと早くてもいいんだよな。なんか数値が上がって技範囲が狭くなったフェローチェみたいなイメージだから、僕そういうポケモン結構好きだから、弾じゃなかった方がいいか。スタイル弾火力あるやつだ。これ裏のギャラドスはエレキで勝利できることを考えると、ここの打ち合いにだけ負けなければいいんだよね。イベル投げてジェットいやーこれ多分でも S 振ってるんだよな。早いサンダーだから、
多分サンダーの方がもうエレキより速くなってると思うんで、一応ダメ系っていうか素早さ計算するか。サンダーってさ、167でしょ。250はさすがにないから、いやそこまで振っていいな。まあ言ってもしゃあないんで、ボールで。だこれね、サンダーがイベルのダイマックスさんを枯らすために引いてくれると勝つのと、一応エレキ新速で取れるから、サンダー削りさえすればそれはそれでいいと思ってるけど、ちょっとレイチエレキあるな。もうちょっと S 振っていいな。火力、あーまあ C か A かどっちかに寄せてもいいよね。そんな気はするな。計算したけど別にラッキー殺せないんだよね、 HB、 あ HB のラッキーは。それを考えるとそんなに美味しくもないよなみたいな。アークで、これで相手が殴り続けてきてイベルが死ぬ場合は神速で取ればいいから、それは困ってない。サンダーが跳ねするなら逆にイベル殴り続けてサンダーぶっ飛ばせるから、それでいいと思うんだよ。それに受かるわけはなく、なんなら落ちるでしょ。ああ落ちる。まあ、ジャックホケアで多分大サンダー受かると思うんだよ。待って、こっから竜舞ちょっと困る。いやでもさすがにダイマックスが残ってるイベルタルに勝てないわ、ギャラ。竜舞ケアで一回ジェット打つべきかな。ああ最悪取れなかったら神速で取ればいいか。こういう感じで割とイベルタルがね、先制技がない構成だから、本当は先制技僕欲しかったんだけど、不意打ちまで入れるとね、ザシャンに弱いっていう竜舞。ギャラの竜舞はさすがに多分エレキの方が速そうだけど、まあどっちみちイベルが速くなってるから変わんないって話かな。デスウィングだけしか見せないのこ。こういう感じで相手でランドロス投げてないと多分これ勝てなかったんだけど、ランドロスがいた場合にそのイベルに強い駒がね減るから、イベルが暴れれるっていう、 そういうことを考えて構築組んできたんだけど、まあまあ負けてます。ジジー。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合割とレジエリキ持ってきたいポイントあるけど、ポイントあるんだけど、ちょっとね、難しい。いや、でも持ってっていいと思うんだよね。エレキ、イベル、スイ君欲しいけど、多分ヌオ、ドサイ考えると。ドサイとヒトムまで考えると、多分ヌオ。ヒトム辛いな、エレキで。ボルチェンでヌオ引いて、オバヒで。まあでもそっからあれか、再生連打で間に合うか。サンダーにはでもエレキで打ち合えばいい、初手で。で、結局、ザシャに対して、イベルで一貫取れるから、割と広いはず、勝ち筋が。これでいいと思うんだよね。スイ君とヌオがな、微妙になんか、かぶってて難しいけど、カバルドンじゃないから多分スイ君じゃないんだよね。投げるべきは。ヌオでいいんだよね。ドサイの枠が、カバルドンだったら、スイ君ちょっと欲しいんだけど。で、多分誰で、ヌオを崩して、打線を通すかっていうゲームになってくると思うんだよね、実は。ただ、そこは、エレキから入って、削ってでいいと思う。のと、まあまあ、ドサイ、引きが相手はあるんだけど、で、こう、ドサイに引かないと、もうドサイいないって決めていいんだよね。いるなら引かない理由ないから。ロトムか、ドサイいないね。ロトムで見ようとしてるみたいな話かな。はいはいはい。まあでもどっちみちヌオーなんだけど、投げるのは。これで相手ヌオー結構重い感じなのが分かったから。誰でヌオー見んだろうね。まあ、役割集中でウラオスで崩すのか、ここゴリラが一回飛んでくるのかみたいな。まあ、いずれにしても毒かな。
引いた。トリックケアし、こっちも一回引くって話もあったけど。まあトリックあったらあったで多分ね、イベルで、ダイマキってなんとかなったんじゃないか。あーでもここでザシャン飛んでるのまずかったかな。今のとこトリックされてたら結構危なかったわ。あーまあまあでもエレキとザシャンで多分削り切れてたと思うけどな。とりあえず、ゴリアンダだったのはめちゃくちゃ都合がいい。イベル引いて、毒入ってるから、もう、ゴリアンダ何も怖くないでしょ。なんならジェット切っていいまだあるけど、なんならここジェットでもいいけどな。で、バーン打って、グラスラー。飛んでくんのがグラススライダーなら、いや、全然ダイエットでいいな、ここ。全部選出割れてて。全員に、ぼちぼち一貫させれるけど。あー、でもフィールドでザシアン微妙に回復されると、うざいみたいな話はあるのか。安定は羽で、スイング打ってもいいけど。いやー、多分切った方がいいな。早めに。ザシャン出てくるなら、それでいいのと。まあ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 、ロトムなんだけど、ロトムなんだけど、多分このジェットワークでさすがにね、辛いと思うのと、トリックとかあったらさっきヌオに対してトリックしてよかったと思うんだよな。まあそれならそれで、多分、トリックされた後だからイベルで、誰が狙えると思ってたけど、毒が通るわけだから。削れるからね。ジェット通って。ああ、なんなら落ちると思ったけど落ちないわ。落ちて欲しかったけど。ああ、急所。あの、この急所ちょっとでかくて、ここ、バーンで良くなるんだよね。木の実でもない。ジェット打ってるからスカーフも大丈夫。いや、スカーフあったらさらにトリックしてザシャン通した方が強いから、そっちだと思うんだよな。チョッキとかなんかな。まあ、どっちみち。で、ロトムでダイマ切るのだけはなくて、で、イベルがまあ通るかな。なんか、ボルトチェンジでさ、相手に対して有利な駒を展開するっていうの。いいね。ずっとやられて、2年間ぐらいずっとやられ続けてきて、相当切れてたけど、やったらいいわ。それはみんなやるよね。これでダッシャン出てきても、バーンで処理ができると。ゴリランダでターン枯らしに来ても大丈夫だね。ああ、でもゴリラのね、ダイマックスがちょっと怖いかな。ザシアンはもう問題ないんだけど、あ、ザシアンから来るんだ。まあ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 、でもそれはそれで、別にいいみたいなとこあるけど。こうゴリラから入って大ウォールしてでダイマ枯らして、いやでも結局デスイングで削れるんだよな、それはそれで。ああ、まあでも、ヌオーいること考えると、ゴリラで粘ってザシアン通すんじゃなくて、多分、イベルをゴリラで突破するルートしかないっていう話になったのかな。おそらく。で、ゴリラがね、でもゴリラなんだ、ダイマックス切んないとさ、さすがに、勝てんくない？デスウィングで死ぬから、それ考えると相手心絶対ダイマックスしたいはずで、ステロ巻かれてないでしょ。で、耐えるから、多分ヌオ切っていいと思う。こう、剣舞で負けるんだけど、いやーでもここね、剣舞、あー、降参か、OK。多分勝った。まあ、GG ってことでね、ちょ、レイシェリキねー、諸説、可能性はありそうだけど、ちょっと、この構成にはなんか噛み合わないね。まあまあ、いろいろ試していきます。GG。